この動画のシリーズでは、救急撮影で骨折を見逃さないためにというテーマでお話をしていきます。我々放線技師は救急の現場で骨折を疑う患者さんのレントゲン写真を撮る機会が多いと思いますが、撮影したその瞬間に骨折線を見つけ、適切に医師に報告したいところです。しかし中には骨折線を見つけるのが非常に難しい症例もあったりして、それを見つけるのに苦労している方もいらっしゃるかもしれません。しかし骨折線を見つけることに関してはもちろんセンスもあると思いますが、いかに骨折線を見つける訓練をするのかが大切になってくると思います。そこでこの動画のシリーズでは、各部位の骨折の病態に対して理解を深め、その知識をもとに骨折の典型パターンと分類を整理し、骨折線をイメージできるようになるということを目標にお話したいと思います。そうすることによって見つけることが難しい骨折を瞬時に見つけ、医師に適切に報告ができるようになると思います。またそうすることによって骨折線を説得力を持って病出できるレントゲン写真を撮影し、時に適切な追加撮影を提案できるようになると思います。そういったテーマで今回はお話をしていきます。こちらの症例は89歳女性で、左膝の打撲の症例です。膝の打撲ということで、膝蓋骨、大腿骨、頸骨あたりの骨の骨折が鑑別に上がりますが、骨折の位置が指摘できますでしょうか。こちらの症例はこの黄色の矢印で示す部分、つまり大腿骨遠位部の骨折となります。訓練をしていないとなかなか指摘するのが難しい骨折だと思いますが、この動画のシリーズでは骨折についてしっかり知識として整理し、こういった一般的な指摘が少し難しい骨折を瞬時に指摘できるようになるということを目標にシリーズを進めていきたいと思います。大腿骨遠位部骨折ディスタルフィーマフラクチャーは、下部骨折と下上骨折を含み、大腿骨遠位端骨折とも言います。受傷起点は大きく分けて2つあり、交通事故や転落事故などの高エネルギー外傷で骨折が生じるパターンと、骨粗しょう症患者さんの転倒などの高齢者の低エネルギー外傷の2つのパターンがあります。レントゲンや CT などの画像診断で骨折の部位、転移の程度を確認することが重要で、また後に詳しく説明しますが、関節内骨折と関節外骨折の鑑別が非常に重要となります。関節内骨折の場合は、手術のプランニングのため CT がほぼ必須とされ、明らかに関節外骨折だけで済んでいるというふうに判断できる場合には CT は不要とされています。こちらの図は、大腿骨遠位部骨折で世界的なゴールドスタンダードとして使われている RO 分類となります。こちらの分類では、大腿骨遠位部骨折をタイプ A 関節外骨折エキストラアーティキュラー、タイプ B 部分関節内骨折パーシャルアーティキュラー、タイプ C 完全関節内骨折コンプリートアーティキュラーに分けていく分類です。こちらの分類に基づいて、大腿骨遠位部骨折の治療方針が決定されます。この RO 分類は主に治療方針の決定に使われますが、撮影する側の我々放線技師としては、この RO 分類を骨折線のイメージ作りに使うと良いと思います。どういうことかというと、大腿骨遠位部骨折のこれらの分類から少し法則線を見出すと、この Y 字状のラインのどこかに骨折線があることがわかります。よって正面像ではこのように Y 状に視線を動かして骨折線を探します。側面像では、例えばこの B3 のように後方に達する骨折線であることが多く、後ろの方に視線を向け、後ろから前に視線を動かしていきます。後ろの方から上の方の前に視線を動かしたり、後ろの方から下の方の前に視線を動かしていきます。このような骨折線のイメージを持つと、今まで指摘できなかった骨折が指摘できるようになってくると思います。また他のポイントとしては、骨折線が関節面に達しているかどうか、転移はどれぐらい強いのかどうかに注目して画像を見ていくと良いと思います。そのような骨折線のイメージを持って再度症例を見ていくと、正面像では Y 状に視線を動かすことによって、この部分で不自然に連続性が途切れていることが分かり、骨折を指摘することができます。側面では
後面に骨折線があることが多く、後ろから前に視線を動かすことによってこの部分の骨折を指摘することができます。こちらの症例は CT が施工され、関節面に骨折線が達し、内側下視上面の骨折である AO 分類タイプ B2 となりました。実際には関節面に骨折が達しているのか達していないのかをレントゲンだけで判断するのは完璧には難しいと思いますので、 CT が施工されることが多いとは思いますが、レントゲンだけで骨折があるのかないのかをしっかり判断できることはやはり重要で、このような骨折を見つける訓練というのはすべきだと思います。こちらの症例は53歳女性で、転倒し右膝を受傷した症例です。先ほどと同じように大腿骨遠位部の骨折が鑑別に上がりますが、視線を Y 字状に動かし、側面像では後方に骨折がないかを確認します。そうするとこの黄色の矢印の部分に骨折線を見つけることができ、今回の骨折は関節面に骨折が達していることが明らかです。 CT でもおおむね同じような所見が得られ、内側下視上面の骨折 AO 分類タイプ B2 としてスクリュー腕の固定が行われました。こちらの症例は69歳男性、バイクでの転倒による高エネルギー外傷の症例です。このような転移が強い骨折では骨折自体を指摘することは簡単ですが、 CT を施工してみると黄色の矢印で示す関節面に達する骨折線がありました。この黄色の矢印で示す骨折線はレントゲンで指摘することは難しかったと思います。こちらの症例は Y 字状に骨折線が及ぶ AO 分類タイプ C1 の症例であり、髄内底による固定が行われました。このように正確にタイプ分類するためにはレントゲンだけでは情報が不十分なことがあり、やはり CT を施工して正確なタイプ分類をすることが望ましいと考えられます。こちらの症例は13歳男性で、野球で押し倒されるように転倒し受傷した症例です。正面像では大腿骨遠位部に骨折線は見受けられませんが、側面像でこの部分に縦方向に走る骨折線が見受けられます。こちらは AO 分類タイプ B3 の症例であり、頬骨骨折という名前がついている骨折となります。スクリュー腕の固定が行われました。なお、この方は内側側副靭帯線層の頸骨付着部のこの部分に裂離骨折も伴った症例であり、内側側副靭帯の修復術も行われた症例です。頬骨骨折は下部前額面の前段骨折であり、冠状段方向に縦にスパッと切れる骨折となります。受傷起点としては膝屈曲位で高エネルギーがかかる自動車事故での症例が多いとされています。こちらの頬骨骨折ですけれども、こちらの症例は骨折線が明らかですが、レントゲンでの見逃しが非常に多い骨折として有名です。こちらの研究では95例中 69% のみが指摘されたというふうに報告されています。正面像で判断することは非常に難しく、側面像でこのような骨折線をイメージしながら丁寧に観察する必要があります。また少しでも疑う場合には CT での検査をこちらから提案するくらいでもいいと思います。こちらの症例は75歳女性、車椅子からの転倒による受傷の症例です。正面像と側面像がありますが、 Y 字状に視線を動かすとこの部分に辺縁の連続性が途切れていることがわかります。よく見ると骨折線が見受けられ、その骨折線を追っていくとこの辺りまで達しているようです。側面ではこの部分で転移が見られますが、骨折線はこの後面にまで達しています。この部分に骨折線が見受けられ、 CT を撮影すると同様の部分に骨折線があり、関節面には骨折は達していないようです。 AO 分類のタイプ A1 として髄内底での手術が行われました。こちらの症例は59歳女性の症例ですけれども、同様に正面像で Y 状に視線を動かすとこの部分に骨折線があります。こちらは関節面には骨折線は達していないようで、この部分に三角形状の骨折が見受けられます。側面像では後方に骨折線が達し、転移もあります。この部分に骨折線が見受けられ、CT でも同様の所見でした。こちらの症例は
関節面には骨折線が達していませんが、この部分にくさび状の骨折線がある AO 分類タイプ A2 の症例であり、髄内底での手術が行われた症例です。大腿骨遠位部骨折の治療方針に関しては、 AO 分類のタイプ別によって治療方針が異なっており、髄内底やスクリュー、プレートなどが用いられます。どのような手術方針にするかは整形外科の先生のその場の判断があると思いますが、やはりしっかりとタイプ別に分類をしていくために CT での撮影が必要となる場面が多いと思います。このように骨折について知識を整理し、骨折線のイメージを持つ訓練をすると、今まで見えなかった骨折が見えるようになるかもしれません。こちらの症例は76歳女性、股関節から膝関節までの痛みがあった症例です。股関節から膝関節までの痛みということで大腿骨撮影が施行されていますが、膝関節が痛いということで大腿骨遠位部については必ずチェックしていきます。このように撮影範囲が広い場合には拡大を行い、大腿骨遠位部のチェックを行います。そうすると Y 字状に骨折線があるかもしれないと思いながら見てみると、この部分の骨折線を指摘することができます。そして大腿骨を撮影しようとしたためか、側面性が非常に悪いですけれども、後方に骨折があるかもしれないというふうに意識すると、この部分の骨折線を指摘することができます。 CT を施工してみると、こちらの症例は関節面には骨折線が達しない AO 分類タイプ A1 の症例でした。このような骨折に関しては放射線技師にとっては、初学者にとっては特に指摘することが非常に難しい症例だと思います。このような骨折についてしっかりと一つ一つ骨折についての知識を深め、骨折線 をイメージする訓練をする、そしてこのようななかなか指摘することが難しい骨折線を指摘できるようになるというのが今回の動画のテーマとなります。これからもいろいろな骨折についてピックアップし配信をしていく予定です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回から骨折シリーズについて扱いましたが、今回のテーマは大腿骨遠位部骨折でした。分類としてはこの AO 分類について詳しく説明し、この AO 分類をもとに骨折線のイメージをしていきました。正面ではこの Y 字状のどこかに骨折線があることが多く、また側面像ではこの後面に骨折線が出現するため、視線を後ろから前、上方向に前、下方向に前というふうに動かしていくと骨折が非常に見つけやすくなります。骨折があった際のポイントとしては、関節面に骨折が達するかどうか、そして転移の程度を把握することが重要です。レントゲンの段階で骨折をしっかりと報告し、CT で正確に分類を把握します。そうすることによって、しっかりと治療に貢献することが撮影する我々としては非常に重要だと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。